ナイス三振お化けフォーク楽しいな。はい、どうもみなさんこんにちは、こんばんは、ドナミです。千賀滉大投手作成やっていきたいなと思います。キレイ丸逃げ玉脱三振。昼の部はねアンドロメダなかなか出てこなくて、今回は頑張ってコンボ4つ揃えていきたいなと思います。よろしくお願いします。抽選箱フェスティバルにあるっしょ。5分の3か3分の2かを当てればいい。お願いします。アスレテス波動怖え。3分の2お願いします。暁やあ抽選箱って何。滝本消そう。よし清本ナイス。太平楽はまあ抽選箱もらえる可能性あるから残しておきたい。スカウト大豪月様という奇跡、これもある。1回戦後は、清本&アンヌ。ここ多い来てほしい。目障り来たらあかん。よし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 。さあ4回戦アンドロメダが確定した。あとは2回戦バンプ、3回戦花丸。バンプは確率4分の2。初戦でね抽選箱欲しい。確率6分の1かける2チーム。よっしゃ SG 神。あ SG か太平楽、6分の1かける2チーム。当てたねこれ。いいよ。よっしゃー、どうせどうせ僕なんて、うわスバルくんありがとう。4回戦アンドロメダ固定本当にありがとう。嘘だろブンブン&シラス尽きたね、運が尽きた。抽選箱を使ったら2分の2バンプ 100%。 3回戦花丸が確率5分の2。今言うて5分の2やから確率 40%、 そんなに低くないよ。5分の2を信じよう。いやまだラストシューじゃないですね、まだまだいきます。だダメだ、力入りすぎてる。普段の状態で。シンキングがすげえ邪魔だな。スタンプでねコメント欄を盛り上げてくれたら嬉しいです。ちょっとリラックスできた今。これで対ピンチのコツどうも。抽選箱ナイス。マジか、追加報酬 5% 抽選箱。これで花丸の確率が5分の2から 80% へ。5分の2外しても抽選箱使ったら3分の2、どちらかで出る確率 80%。 あー来た。頼む来てくれ。わがまアスレティス暁高校3分の2お願いします。ナイス。あーよかった、来なかったチームはギガバイツだけでした。そっか今までギガバイツ邪魔してたのか。さっきまではギガバイツがいて花丸がいなかった。乗り越えました。で忘れちゃならないお化けフォーク、やったぜ。お化けフォークコツレベル3で、いやー技術変化球精神がおそらくだけど100ポイントずつは節約できます。節約具合がでげえ。ようやくコンボ4ついけました。いやー今日本当に大変やったなこれ。このイベントで今回狙いの金徳ドクター系ありがとうございます。筋力合計40点、技術10ポイントの変化球30、スタミナが81、球速がちょっと大変ですね。いやでも信じよう。お化けフォークレベル7でも194点、安い。闇の王は2人もいらないです。いきます。さあ初球掘りすぎ頑張れ。まずは様子を伺います。これはボール、タラタラ朝が怖いです。第3球
投げた。ふぅ、最低限同点。初球はよしよしよし、もう1点リードでいこう。ハサミ守備力48、助かる。で、ヤシヤツカンが発動か、ここから闘志が消えた、助かります。もうやめてくれよ。いやもう1回から、ちょっと待って、7回まで飛ばすのマジでやめて。なんでそんなことするんだよ。ナイスヒット。いや今5回だけど、6回の表裏はもう絶対ないですね。あーよかった、点取れるだけ取れた。お願いします、無失点で。1点ペナだけど、まあ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 、3失点の5点差。いやきつい、経験点きつい。さあ1球目投げた。あーっと持っていかれた。お化けフォーク捉えるとか、もうさすがのプルヒがすぎる。はあきつい。頑張って打撃で筋力稼がなきゃいけないけど、まさかのバッターが、いやピッチャーがアーサー。いいよ、まず球数投げさせよう。やれることを一つずつやるんだ。勝利の星、ミートパワープラス5、プラス5でそこまでいくか。打ちました初球打ち。いやナイス守備力 D の男柴田。さあ外してくるのか。ナイス1点、ナイス1点、こういう1点の積み重ね大事。一気にホームへ、パワフェスチャレンジャー。あー経験点やば。パワフェスチャレンジャー得点を上げ、なおもランナー1塁。帰る走ってもろて、これは優々性。第4球投げました。よし右中間ナイス。ハサミに代わってセンターアラン。パワフェスチャレンジャーリードを6点。ジャマト厳しいところ。ナイスナイスナイス。次はどう攻めるのか。さあ次は何で来るか。ナイスボール球スイング。ダブル三振。よし八回の。ただしアーサーがやべえ。直球見送ってボール。第2球を投げました。もっとスタミナ削った状態で7回8回来てほしかったですね。どうせな。いいよ、スリーボール助かるよ。フォアボールナイス。そう、投手やつかなって、相手のミートパワーマイナス20なんですよね。さあ森川少年、それめっちゃ強いです。打席に入ります。第4球を投げた、打ちました。ナイスヒット、抜いていった。4球投げさせてヒット。カットマンへ送る。森川ルイ、です。投げました。どう超えろ。オッケー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 。センターオーバーでツーベース。筋力ゲットの発展差ボーナス 1.8 倍、上限234、見えては来てるけどまだ遠い。さあ1球目、投球これから2球目。朝スタミナ消費ペースいい感じですね。取りました。ランナータッチアップ。いやー2者スタートナイス。投球これから2球目、打つしかねえ。第3球はよっしゃ10点差以上ナイス。これ以上は点取れねえ。最低限10点差いけたね。さあいよいよ最終回。ただ問題はここで失点しないこと。なんでやねん。これはでかいぞ。やる変化球1人1回のストレートを1人3回できる。いやー9点差以上ボーナスや。9点差ボーナス 1.9 倍ですね。10点差以上ボーナスは 2.0 倍無理やったけど、あと筋力10点。9番か1番かどちらかでストレート1人。ダークネビラはストライク。さあ外してくるのか。見送ってボール。カウント1ボール2ストライク。3本松ホームラン2本マジでえぐい。いいコースですか。アウトロー、空振
奪三振も OK。 さあ島田、非常に丁寧に打席に立ち、変化球でもいける、よっけ、ナイスです、超えた。いやーマジでリモコン様様、あと朝めった打ちの効果ありがとうございました。ジャイロボールのコツレベル2、いやー乗り越えたわ、1回から7回までのイニング飛ばし乗り越えました。やぶねー、9点差でギリギリか、おめでとう、ありがとうございます。すげえキャッチャーがいる。行きましょう、セカンドはもういいや、でも余裕できる、変化球ポイントは絶対大丈夫。怪物球威よりかドクター K 優先、球速は160キロっすね、この後絶対取ることができます。いやいいメンツ来たわ、スカウト神だった。球速アップガム、球速165キロの千賀さん、いいよ、2球で変化球1人助かる。6イニング登板、言うたら完封も行こう。で正直ここレイブさんを出塁させるのが経験点的には美味しいんだが、お化けボーク、ふざけているのか。まあスタミナ4割以上は削った、ナイス、お化けボーク、物理法則に反しているぞ、聞けましたね。ストレート投げて高めからのお化けフォーク、はい、くい、いやーナイス三振、重力がそこだけ来る、一気になんか 10G ぐらいの力が働くんかな。まあ OKOK、 そうストレートもなんだかんだ言って重い球もあるし強いんよ、ただノーアウトランナー二塁スタート苦しいね。ナイス三振、お化けフォーク、楽しいな。よしよしよし、いや絶対6イニングいける。千賀さん素晴らしい、お化けフォーク、いやもうとにかくボール球投げときゃいいや、なんて楽なボールなんだ。いやどうも今度です。さあ165キロ高めのストレート、高めのストレートも効果が発揮、追い込んだらもう高めのストレートと低めのボール球フォークを投げ続ける、つえー、追い込んだらもう絶対勝てる、ありがとう。いいよ、まだスタミナたくさん残ってるし、どんどん投げていこう、ボール球を、お化けフォークえぐい、消えてる、すげえな、8分の7が奪三振か、はあ、打ち直し成功、社長ありがとう、ど真ん中ナイス、ウェーイ、ありがとうございます。いやもう絶対いける、いいんかそれ、それ見逃してしまっていいんか、ナイススイング、追い込んだらドクター K 発動、1取り10分の8が奪三振、奪三振率がなんと 80% のピッチャー千賀さん来てるよ、ナイス三振、楽しすぎる、相手もうやめて連呼してそう、いいんかストレート振らなくていいんか、お当てたね、いや大安打つら、ストレート、お当てたね、でもナイスアウト、追い込む前に当てたね、
追い込む前にストレート入れ、ストライクゾーン入れちゃうと相手当ててしまう。分かってきたか、追い込まれる前に振る。あ、高めフォーク試します。惜しい。ナイスボール魂。やっぱ低めフォークか。低めフォークが良かった。はあ、10奪三振。プレイヤー操作だけで10奪三振いただきました。ありがとうございます。ということで全試合経験点マックス達成。あー、よかった。全アウト14アウトのうち14分の10が奪三振。はあ、えぐいわ。はい、ということでボス戦奪三振率 71%、 千賀滉大さん作成完了しました。金徳ドクター K 勝利の星ギアチェーン怪物キウイ、これ取れたの本当に良かったです。コンボイベントでフォークのコツレベル3取れたおかげでカットボールレベル4まで取れてキレも取れましたね。ありがとう。またよかったら高評価、そしてチャンネル登録、パワーナンバーダウンロードよろしくお願いします。あー、追い込んだらもうストライクいらんかった。ありがとうございます。